まあ、約2年半ぶり の, その日本の試合ということで、まあ、あと4歳の間まで2日後に控えた現在の心境から教えていただきます。はい、まあ、これ前回の記者会見、対戦相手の記者会見の時はちょっと緊張感というかプレッシャーも感じてましたけど、今はそうですね、楽しみに少しずつ変わってきてる感じですかね。はい、改めてその対戦相手の宮田選手の印象を聞かせてもらえますか。そうですね、もう強い勢いがある、しかも自信があると言ってましたし、はい、そういう選手だと思います。今回からそのファン対することで、そのドリームのフェザー級 の, その階級についての印象というか、まあ、選手を、やはり、まあ、日本人の選手層も非常に多いですし、外国人の選手層も非常に多いというか、やっぱりフェザー級が今すごくドリームの中でも階級が選手が多いという、揃っているというところで、もう一戦一戦挑戦していくだけですね。はい、フェザー級の戦いであったり、その宮田選手との試合に向けて、その今回その強化した点みたいなのがあれば教えていただけますでしょうか。いや、強化した点というか特にあれですけど、まあ、これまでやってきたことを自信を持って出せるかというところだと思ってます。体重を今回落として試合をされるっていうふうに、なんかそのポジション的によく気をつけてたことは、なんかそのことありますか。やはり急激なそういった減量とかではなく、まあ、前もってその7月の時点でその階級を変更するということを発表させていただいてから、ちゃんと期間を設けて計画的にやってきましたね。はい、じゃあそんなにこう練習量とか落とすこともなく、普段通りの練習しつつ体重を落としたりとか。そうですね、トレーナーとちゃんと話をしつつ、進めてきました。実際にその体調として動いてみての、なんか変化とか、そうですね、まあ、練習的な動きは、まあ、動きやすいというのは確かにあると思いますけど、まあ、実際試合で動けるかというところがやっぱり問題というか、そういうところが大事だと思いますので、はい、まあ、今回の試合でそれが分かると思いますので。UFC で参戦されて、今回プロモーションで試合するわけですけど、まあ、その向こうで経験したこととか、こういったところが一番次の試合に生かされそうだという感じですか。まあ、挑戦したことすべてが経験になっていると思いますし、その経験したことを今回の試合で出せるかどうかというか、今まで、自分を信じてついてきてくれたトレーナーの方や仲間たちを含めて、まあ、家族もそうですけど、その信じてついてきてくれた方の思いとかを含めたものを、まあ、自分も含めてですね、自分も信じて、今回の試合に出せるかっていうところにかかってんじゃないかなと思ってますけどね。はい、だから UC でやってきたことは、決して無駄ではなかったというふうに思ってるつもりですし、そういった意味で経験したことを出したいなというふうに思ってます。日本のリングに出てない間もずっと試合とか注目してご覧になってました。大会とか会場見に来れるときは見に会場に来てましたし、はい、どんな思いでご覧になってたんでしょうか。まあ、その時点ではまだその階級的なものはライト級でやってたところもありますから、フェザー級という目線であまり見ることはちょっと少なかったかと思うんですけど、はい、ただちゃんと見てましたというか、はい、特にこの先やってみたいなという選手とかいらっしゃいますか。いや、今は宮田選手だけですね。はい、あまり先のことは考えてないです。